皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今回は中学校の歴史、奈良時代の超有名な法律、墾田永年私財法について説明します。この墾田永年私財法、教科書の中では太字にはなっていても説明せいぜい2行程度ですよね。今回はその法律、ここでもっと詳しく説明していきます。ではいきますね。まず奈良時代、国の仕組みが整うと役人の数が増えて、そして身分に応じてその人たちに分ける田んぼが増えました。さらに人口も増加したので、その人たちに配る区分田、これが不足してしまったんですね。区分田が不足したもう一つの理由は、重い労役や厳しい税から逃れるために区分田を捨てて逃げ出す農民が増えたことです。区分田を捨てて逃げてしまうので、区分田は荒れて田んぼとして使えなくなりましたね。それで、田んぼが不足した、区分田が不足したということです。なお、この奈良時代の税金については学習動画別に作ってあるので、そちらで、学習してください。そんな中、区分田なんとかしよう、田んぼを増やそうということで、723年に三税一新の法というのが出されます。この法律は新しい考えを設けて、土地を開墾すると3世代土地を私有していいよという法律でした。灌漑というのは、田んぼなのに人工的に水を引っ張ってくる施設のことです。それを新しく作って開墾したら3代にわたって私有できると。すでにある灌漑、これを利用した場合はその人1代だけ私有できるということでした。でも3代であろうが1代であろうが、最後には国に返すことになりますよね。結局は自分のものにはならないので、あまり効果がなかったね。そういう法律です。そこでそれから20年後、743年に今回のタイトルである墾田永年私財法、この法律が出されます。これは新しく開墾した土地は、まあ田んぼですよね、永久に私有していい、永久にその人のものになるよという法律です。でも無条件にその人のものになるわけではありません。やはり条件がついていました。まず一つ目の条件、身分によって開墾する土地の面積、これ制限があったんですね。で、この身分の人はこれだけ、この身分の人はこれだけ、一般の人はこれだけ開墾していいよ、そういう制限が設けられていました。それから2つ目、こちらになります。まず役所に申し出て許可が出たら、許可が出てから3年以内に開墾が終わらないとその権利を失ってしまうという条件です、まずこの土地を開墾させてくださいと役所に申し出ますよね。それが許可が下りたら、開墾を始めて3年以内に開墾が終わらないと、永久私有の権利を失う、こういうことだったんですね。でもこれは9世紀の終わり頃、この条件はなくなります。さて、こうやって土地の私有を認めるということは、それまでの公地公民という制度が崩れるわけですけれど、朝廷はなぜ公地公民を崩してまで墾田永年私財法、こういう法律を出したんでしょうかと、
説が2つほど紹介しておきます。で、いくつかあるうちの2つ紹介しておきます。まず、田んぼの私有は認めるけれど、これ税を免除していないんですね。ですから、田んぼが増えれば増えるほど、ね、国の収入は増える。だからいいんじゃないかと朝廷は考えたわけですね。で、区分田は増えないけれど、区分田というのは国が持っていて農民に貸し与える土地ですね、田んぼですね。これは増えないんですけれど、高地全体、この面積が増えるから収穫量も増えます。だから収穫量が増えたらそれにかける税金ね、同じですから、収穫量増えたら収入、国の収入当然増えます。だからいいんじゃないかと。で、開墾したものは、ね、その田んぼを私有することができるので、だから喜んで開墾する。開墾すれば田んぼの面積増える、収穫量増える、国の収入増えると、ね、こう考えたんじゃないかなっていうのが一つの説です。じゃあ二つ目の説です。それはこの墾田永年私財法が出された年743年というのは、聖武天皇が大仏造立の御事乗りを出した年なんですね。こう大仏を作るにはたくさんの人や、ね、莫大な費用がかかりますよね。朝廷だけではどうにもならないんですね。そこで貴族や役人とか有力者、ね、こういう人の協力が必要です。ですからそういう人たちが喜ぶ、ね、私有地を認める法律、つまり墾田永年私財法を出して、ね、ご機嫌を取って大仏を作るのを協力してもらうと、ね、そういうことをしたんじゃないか、こんな説もあるんですね。で、この墾田永年私財法を出したために、貴族や寺社が広大な私有地、貴族や寺社の私有地を荘園と言いますけど、この荘園が、ね、広い荘園を持つようになって、貴族や寺社力を強めていったという結果になりました。今回は墾田永年私財法について説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。